本日の3問に入る前にお知らせです試験まで約3ヶ月そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいてコンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます勉強の仕方を間違えなければ卓研試験は4ヶ月あれば一発で合格できます 弊社の受講者の中でも中卒で元とび職法律知識が全くゼロこの方は7月中旬から受講していただいてたった3ヶ月で一発合格しましたこの方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんであなたも今年合格できます勉強始めたはいいけれどもなかなか理解できない解けない問題がたくさんある今年合格できるか不安でも絶対今年合格したい もしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです理解すべき内容は解説に書いてあります具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです 短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしておりますそれでは本日の3問に入っていきます A が善意無過失で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し引き続き B が2年間占有した B は他人の土地であることを知っていた場合 B は 取得事項を主張することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはどうなっているか。×ですね。取得事項を主張するもの、まあ、今回で言ったら B なんですけれども、B は前の占有者 A の占有期間を合わせて主張できます。これ占有期間の象形っていうんですけれども、 つまり今回 A さんは8年間占有して B さんは2年間占有しているということなので B は10年間占有したことになります次に前の占有者 A の占有を合わせて主張する場合は前の占有者 A の事情えつまり善意とか悪意だったりとか有価質無価質こういったものも承継するんですね引き継ぎますでは本文に当てはめて考えてみます そうすると B が善意であっても悪意であっても前の占有者である A さんの状態を承継することができるんですね。そして前の占有者 A の状態を承継すると前の占有者 A の占有開始時今回の問題で言うとこれ善意無過失って書いてありますよね A さん。だからこの善意無過失を B さんが承継するということなんですよ。B さん自身が悪意。 だったとしても全員無過失として考えることができるんですねでさらに先ほども言った通り占有期間も承継するので8年プラス2年で10年ですよねしたがって B さんっていうのは全員無過失で10年間占有していることになるんですよでそうすると全員無過失で10年占有するということは時効期間満了するので時効取得を主張することができますしたがって答えはバツになるということです もうこれ基本事項なんで絶対押さえておきましょう短期講座の受講者様はポイントテキストで具体例を確認していただければと思います専用の承継という部分がありますのでそちらから具体例をご確認くださいで問い2ですね 宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合、A は B に対して国土交通大臣の定める標準売買契約約款によるものを使用しなければならない、丸か×かという問題です。これは誤りですね。国土交通大臣の定める標準売買契約約款、これは別に使わなくてもいいんですね。で、この標準売買契約約款っていうのは、 国土交通大臣が指定した売買契約書のひな形なんですよ。で、この約款っていうのは非常に細かい内容なんですね。言い換えると、法律で定められている記載事項ってありますよね。売買契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ。なので、まあこれを使った方がいいですよっていうふうに国土交通大臣はえ推奨はしているんですけれども、まあこれを使わなかったとしても違反にはならないということです。 つまり別にこれを使用する義務はないよということですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、えー、標準媒介契約約款に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だから、この約款使わないというのであれば、約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。で3番ですね、開発許可です。え開発許可を受けたえ開発区域内で、 工事の完了の広告があるまでの間に、工事用の仮設建築物を建築するためには都道府県知事の承認が必要である丸かバツかという問題ですね。で、こういった問題っていうのは、あの解説を丸暗記というよりもやはりこの問題文をちゃんと理解するということがすごく重要なんですよね。 個別指導でも一番最初にお伝えするのは問題文の理解っていうところなんですよ。問題文が理解できていないと、どれだけ勉強して解説、いわゆる法律というものを頭に入れたとしても、それが使えないんですね。つまり法律が頭に入っていたとしても、得点できない、結果として合格できないということになりますので、ちゃんと問題文を理解するというような勉強を早い段階から行うということが重要です。 もう理解学習の一番の基本というのは問題部の理解なので、その点を注意しながら行っていきましょう。で、この問題についてどうやって問題部を理解するのかっていうと、ちょっと、えー、解説長くなりますので、すいません、省略させていただきます。短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、えー、今回の問題はどうかというと、えー、×です。 開発許可を受けた開発区域内で、ででで工事完了のの広告ががあるるまでの間は、原則建建築築物を建築すすことができないんですね。ただし、今回例外なんですね。今回例外として、建築可能なんですよ。工事用の仮設用建築物、建築は可能です。で、その際に承認は不要なんですね。で、これなぜかっていうと、プレハブ小屋、ちょっとしたちっちゃな事務所ですよね。まあ、それぐらいだったら承認不要でいいでしょうと。まあそういった感じです。 もう人が住むような建物とかそういったものじゃなくても簡易的な建物なのでもう例外として承認不要で建築することは可能だというふうにしていますそして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください他の通信講座や予備校と何が違うのかどうして短期間で実力を上げることができるのかそこまで解説しております今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう あなたの受講をお待ちしておりますレトスの小野でした